はい、サマーエンジェルの、収穫を紹介したいと思います。鉄器はソルダムと同じ7月、上旬ぐらいですね。で、ちょうど収穫時期もソルダムと被りますし、でやっぱ梅雨の時期なんで、ちょっと収穫にね、タイミングなかなか測るのが大変かなと思いますけれども、はい、やっていきたいと思います。市場出荷用の目安なんですけれども、結構ね、最初これどれぐらいの熟度で出荷したらいいんだろうっていうのがね、農協の間でも手探り状態だったんですよ。で、そうですね、僕が 7,8 年前ぐらいに聞いた話ではあるんですけど、大体ね、こんぐらい、3分の1ちょっと色づいたあたりで出荷した方がいいんじゃないかなっていう、そういう結論になってましたね。最初のうちはね、結構全体に色が回ってからなんですけど、これ多分ね、各農協によって多分違うと思います。ひょっとしたらやっぱこう色が回りすぎるとやっぱ柔らかくなりやすい品種なんで、市場でのこの流通に耐えられないと、ぐしゃぐしゃってなっちゃいやすいっていうことで、一応ね、そう言ってもね、ちょっとこれ硬いとは思うんですけど、流通させるとなると多分これぐらいが目安かなと思います。見えますかね。ね、どうですか、見えますかね。だいたい緑色の地色が抜けて、黄色みがかってる状態 でなおかつ、この辺が3分の1着色してるっていうぐらいがちょうどいいとされています。はい、今度は完熟バージョンなんですけど、もうそれはね、もう色が綺麗にこう入ってる状態ですね。こんな感じでね、綺麗に色入ってますね。やっぱこのエンジェルもブルームがついてますんで、なるべく落とさないように収穫するっていうのが一つコツですね。で、軸の周りにこう線が入ってるの分かります？リンモン、こういうところにこうリンモンがね、こうぐるぐる渦巻いてるじゃないけど、こう細かいね、こうひび割れがあるんですよね。これが結構出てると、熟してるっていう証拠になりますね。確かに市場出荷用のやつでもしっかりこうリンモンは入ってますんで、そういう意味でいいんじゃないかっていう判断になったとは思うんですけど、やっぱね、すぐ食べるとかであればある程度ね、こういうふうに色が入った状態が一番いいかなって思いますね。甘っ。かなり果汁してたときますね。やっぱこのね、皮のね、程よい酸味がやっぱこの甘みと絶妙なバランスでね、やっぱこのジメジメした夏にすごい合いますね。やっぱ旬のものは旬のものですよね。やっぱその時に食べるのが一番ね。あ、うまい。ちなみに果肉の色はこんな感じになってますね。先ほどね、市場出荷用と、完熟状態の紹介したんですけど、結構ね、ここまで青紫色っていうんですかね、紫がかった、どうですかね、見えますかね、これぐらい紫色がかった感じになってる状態、
ここまで来るとさすがにこれ耳は耐えられないです。あの僕過去に何回もこれ失敗してます。産直で、ね、一番美味しいやつをと思って発送して一応ねノバキャップとかいろいろウレタンとか入れたんですけどダメでしたね。ぐしゃってなりやすくて、こうタレはね、うん、やっぱ柔らかいんだなって思って、でこうねすごい細かいねひびが入ってるんですよ。やっぱこういうここまでねてっぺんまでこっちの頭の方っていうんですか、ここまでね細かいひびが入ってると、まあこれはね美味しいんですけどね、ただ輸送には向かないと。なのでねご家庭で育てていらっしゃる場合はちょっとねここまで熟してそれからあの召し上がっていただくとかなりね美味しいと思います。これはもう今すぐ食べてくれですよ本当に。うん、あ、まあ、あんまいな、水欲しくなるぐらいですね。まあ皮にはね絶対酸味は残るんですけど、だここまであの柔らかいとそのシャキッとした歯ごたえそういうのは一切なくなります。もうぐにゃっとした食感なので、まあ甘いけどなんでしょうこうぐにゃっとしたね食感だけど、まあそういう食感がちょっと苦手だっていうんであれば先ほど紹介したあの赤みがかった状態の完熟状態、これが一番かなって思いますね。うん、本当人それぞれなんですよ熟度、あの美味しさっていうのはね、まあ、一旦こう完熟させちゃうともう元には戻せないんで、まあそれだったらね若干ちょっと早めにもいで、でそれを数日ね置いといて追熟させてっていうそういう方法もありますんで、うん、お好みですねこれは。はい、どうでしたかね。まあエンジェルってお伝えした通りこう軸のところにねこう輪紋ができるスモモで結構ね柔らかくなりやすい品種なんですね。なので出荷するときにはねそのなるべく適期を逃さないように収穫してで、まあ、出荷するなり販売するなりしていった方がいいかなって思います。僕が過去に経験した事例で言うと梅雨の時期じゃないですか、今の時期梅雨で曇りで雨でねずっと日が出てない時に明日から梅雨明けっていう風になったなるじゃないですか。そうした時の日焼けがものすごいひどかった年がね2回ありました。なのでずっと曇りであれ明日から晴天になるぞっていう予報になるようだったらちょっと要注意です。もう一気にこのウェッカーがねボコボコボコってこう日焼け起こしちゃってで出荷できないっていうことにもなりかねないんでそこだけ注意してください。あと雨が続く場合やっぱねこの上の輪紋のところが結構割りやすかったりとかしますんで、なので地域によってはこのサマーエンジェル傘かけるところもあるんですね。僕も昔傘かけてたんですけどちょっとねもうやめちゃいましたけどね。うん、まあいろいろね傘かけれるんであればもう傘かけた方がベターですし、うん、いいと思います。はい、終わります。